好きになったら一直線。身も心もお金も惜しまない人もいる推し活。アイドル、VTuber、ゲームやアニメのキャラ、戦国武将から鉄道まで、その分野は様々。ライブに足を運んだり、直接触れ合ったり、グッズを集めたり、その楽しみ方もいろいろ。女子高校生と女子大学生を対象とした調査では、なんと 98% 以上の人が推しがいるとの回答が。その一方で、行き過ぎた推し活が犯罪に結びつくケースも。1月、メンズ地下アイドル2人がファンの女子高校生にみだらな行為をしたとして逮捕されたのですが、女子高校生は容疑者に対し、有料の写真撮影など300万円以上を使っていました。また先月も、派遣型リフレ店で違法な性的サービスを行っていた女子高校生が、報酬として得た40万円のほとんどをメンズ地下アイドルへの推し活に使っていました。このメン地下をめぐっては、ここ最近問題となるケースが増加していて、警視庁が注意を強めています。ツイッターでは様々な意見が。推しが反応してくれるとやめられない。時々我に返って、適度を心がけるけど。犯罪に走るのはもう推し活じゃないよ。ここからは推し活との向き合い方について考えます。はい、柏木さんいかがでしょうか。はい、私はもともとアイドルすごい好きで、推す側も今一応こう推される側も、経験した上で、なんかその推す側の推しとの関係性によるというか、例えばもう本当に見てるだけで幸せとか、お金をかけて応援することだけが幸せっていうパターンと、例えばお金を使ったり何か応援した分ちゃんとこう見返りが欲しいというパターンの推し方みたいなのがあると思うので、私はもうなるべく前者になれるように心がけてはいるんですけど、なんかいろんなこう事例見ると、なんかこう押される側の責任もあるよなってちょっと思っちゃう。番組で来る前にネット見てたら、今日はこのテーマでゆきりん喋んのかと、かつて彼女は押される女王だったわけだからなってコメント楽しみじゃって書いてありますよ。ちょっとね、責任感ありますね。このいきなりちょっとパンチないんですよ。もらう側で常にトップランカーだったわけだから、ちょっといきなりテーマが押される側の責任っていうバチッときましたね。まあまあね、足りないでしょうからね、きっとさ。そうですよね、まあ、とにかくもう今の若い子たちは何かしらの推しがあるってもう当たり前になってて、そうですね、だいぶ違いますよね、以前とっていう、なんか比較の仕方も難しいんですけど。確かにこう、推しって割とこうすごくこう、なんかのめり込んだ人の世界っていう感じだったのが、もうだんだんその日常の中にこうすごくこう身近にあるものになってきてるのはすごく感じます、ね。そうですよね、はい。さあ、ということでどう考えたらいいんでしょうか、話を進めてまいります。ではゲストをご紹介いたします。経産省で日本のコンテンツに関する政策アドバイザーも務めるエンタメ社会学者の中山敦夫さんです。中山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。そして推し活のプロとして執筆活動をされていますライターの横川義明さんです。横川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、社会人5年目、推し活に月給以上のお金を使ってしまうこともあるという佐々木さんです。佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。さあ、ということで様々なね、物事人を推す、まあ推し活ですけれども、一方で行き過ぎてしまってですね、トラブルになったり、まあ犯罪を引き起こしてしまうようなケースもまあ出てきているということなんですね。まあ例えばメンズ地下アイドルに300万円を使ってしまった女子高校生、はい、わいせつ事件の被害者になってしまったというようなこともあったりですね、推し活女子高生2人がメンズコンカフェで30万円のシャンパンなど80万円使用ということで、まあこれ逮捕のされるようなね、経営者とか従業員が、そんな事件にもなってたりもしているということなんです。まず、まあ、横川さん、どうでしょうか、こうした、まあ、トラブルにまで発展するようなケースも起きていること、どう見ていらっしゃいますか。そうですね、押される側の責任という言葉も早速ありましたが、
やっぱりいわゆるガチ恋営業と呼ばれるような本当の恋と気分を味わわせることでファンにお金を使わせるっていう手法が今すごく横行しているんですね、うん、はい、やっぱりこういったものにハマってしまうとどうしても見境がなくなってしまったり、うん、より推しに近づきたくてお金を使ってしまうというケースがあるので、このあたりは少しちょっと問題なのかなというふうに感じています。なるほど、推し活のプロとしてはその、まあ、ある種のビジネス目線のところでもちょっと気をつけなきゃいけないところがあるんじゃないかってことですね。そうですね、双方がヘルシーに推し活をすることの方が大事なんじゃないかなと思います。ヘルシーな推し活、なるほど、ありがとう、いい言葉。中山さんいかがでしょうか。そうですね、まあ、どのぐらい外れ値かを見た方がいいのかなってのはちょっと思いますね。はい、やっぱり割とこの3年って、うん、それこそさっきのコンカフェの問題とかってあれですよね、秋葉原でやっぱりあのインバウンドがなくなって、はい、店が潰れまくったところにどっちかとアングラな事業者が増えたんですよね。だからなんかこう新興のどっちかとこれ儲かるかものと入ってきた業者と、うん、僕はどちらかというと過去割とこのいろんな会社って、うん、あの提供してる方だったんですけど、もちろんそちらも調子は良かったんだけど、はい、あの新興の会社さんがこういう事件を起こしてることのが多いって考えると、うん、まあ、出現率がやっぱり多い場合もちろん社会的な問題にはなるんですけど、はい、うん、ほとんど僕が見てきた推し活って割とポジティブなものが多かったんですよね、うん。ただ3年間いろんなものが出てきてやっぱ成熟化した中で初めてこういう事件になってきた、あ、はい、考えなきゃいけない分岐点になってきたのかなっていうのはちょっと、あの、今初めて、ね、拝見して思いましたけど、そうですね、推し活そのものを、ね、否定する声っていうのはほとんどないぐらいなのかなとそもそも思うんですけども、やはり一部にこの行き過ぎたものが出てきてしまっているということになりますね。ですから先ほど申し上げましたように現役の女子大生女子高生に調査したところ、推しがいると答えた若い女性 98% 超えすごい、すごい、もはやなんかいないとなんか言われちゃうぐらいのことに今なってるみたいな話を聞くんですね。佐々木さんに聞きましょうか。佐々木さんどんな感じですか今。はい、そうですね、私の周りでも推しがいるのがなんか当たり前みたいな感じで、まず最初にお友達になった時に推しって誰みたいなところからなんか友達ジャニーズが好きとか女の子のアイドルが好きとかで仲良くなっていくパターンが多いかなって思いますね。はあ、会話のきっかけになるってことですか。そうですね、はい、うん、お互いに推すものが違っても、あ、そうです、それでまあそこの源泉というかジャニーズ好きな人たちで固まって、女の子のアイドルたちで固まってってことが、うん、まあ、多いかなって思います。なるほど。さあそんな佐々木さんですけれども、ね、まあ、その月収を超えてしまうようなケースもあるということですが、今はどんな推し活をしてるんですか。うん、そうですね、私は女の子のアイドルが好きなんですけど、女の子のアイドル3グループをメインで推してるので、そのところと、あとサンリオキャラクターが好きなのでサンリオキャラクターにまあ会いに行くとかグッズを買うとか、うん、まあ、あの会いに行くっていうために握手会であったり、そうチェキ、あのライブとかに行くために使うことが一番多いかなと思います。はい、まあ、そうした中でやっぱり行き過ぎと言われてしまうのはどうしてもお金の使い方になってくるのかなというところがあると思うんですけど、まあ、月に10万円以上使ってらっしゃるというふうに聞いてますが、現状をご自身ではどう思ってるんですか。そうですね、まあ、使いすぎてなんか社会人になって使える額が増えたので、うん、学生の時より使いすぎてしまってるのかなっていう感覚もあるんですけど、はい、もう生活の一部なんでやめろって言われてもやめられないとは思います。はやめたいですか。やめたくはないですまあだからトラブルにならなければいいんじゃないかっていうね、考え方もあるので、柏木さんどうですかここまで聞かれて。いや、まさに佐々木さんみたいなファンの方が私にもたくさんいて、本当にもう食おいしいもの食べるよりは握手会行きたいとかっていう、嬉しいですけど、やっぱなんて言うんだろうな、こ来るのが幸せと言われても、うん、それ以外の幸せも願っているというかこちらとしては、うん、だからなんかそれ以外も見つけてほしいというスタンスを私はもう取るようにしてますね。そうちょっと重いですか。いや嬉しいですけどなんかそうなるともう、うんうん、その子の欲を満たすための活動になってきちゃうというか、こっちがなんか最初は歌って踊ってそれ見て元気になってもらいたいのに、だんだんやっぱこう接する場所が増えてきたので、こういうアイドルとかもそうなるとなんかもう1対1の会話とか、この人を喜ばせるためだけのことだけがこう増えてきちゃって、本来のアイドル活動ってこうだったっけなっていう風に考える機会がなんかちょっと増えてきました。かつてのアイドルって憧れの存在だったんですけど、異様に今近いんですもんね。そうね、それがいいところでもあり、はい、こういうちょっとこう、うん、
歪んでくるきっかけにもなっちゃってるのかなっていうのはすごい感じます、ね、なるほど。横川さんいかがですか。そうですね、私自身はあの佐々木さんとは逆で推しに会いたくないタイプのオタクなんですね。へえ。いわゆる認知されたくないオタクっていうやつなんですけど、推しと自分が同じ世界線にいるって思いたくないんです。だから僕は舞台俳優をしてるんですけど、舞台には通うけれども、いわゆるファンミーティングだったり握手会だったり、そういった接触を伴うイベントには絶対行かないっていうふうにも自分でルールを決めています。横川さん、会おうと思えば会えるのに、あえて会わないっていう、満たされますか。あの自分の存在が推しのマナコに移ることがもう耐えられないというか、もう推しの目を汚してしまうと思うタイプなので、あのそこは接続性は全くないです。接続性がない。でそれで推してて満足できるのはどういうことだと考えたらいいんですかね。あの、うん、どっちかというと推しのことをなんか神棚みたいに思っていて、こうやって崇めているだけでなんかこう元気をいただけるというか、はい、そういうタイプのオタクなので、あのお金は使うけれども、そういうふうになんか近づきたいとも全然思わないですし、どちらかというと本当に一生僕のことなんて覚えてなくていいぐらいの。ああそうですか。もうファンの鏡なのかな。決めつけちゃいけないな。いろんなタイプ。僕あの、うん、横川さん方の方はよく見るんですけど、あそうですか、あの推しに迷惑をかけたくない人が多くて、うん、ちょっと古い話なんですけど、ちょっと思い出したのは、あの枕草子でそういうの出てくるんですよね、はい、清少納言パイセンってみんな言ってるんですけど、うん、推しの正しいやり方ってこの憧れの人に会った時に、やっぱり申し訳ない、すごい綺麗な人に対して自分はそんなに自分に自信がないから、でこう震えてるんだけど指先だけ見て、あやっぱり綺麗だって言っておずおずと帰ってった時に空を見て、あ雪が綺麗だみたいな、推しが生き生きしてる世界は自分をなんかこう自分自体申し訳ないんだけど、そういう中で前向きに生きられるようになる。でもその推しに会うことが迷惑とは限らないですからね、うん、会えるから会ってるだけで、その、ね、会っちゃいけないってことでもないんだろうなというところはあるんですけど、佐々木さんは逆に言うとだから真反対で、推しから認知してほしいんだと、だからたくさん会いに行くんだっていうことですね、はい、佐々木さんこれ どんな思いですか。そうですね、まあ、自分の生活の一部とさっき言ったんですけど、なんかもう今のまあ、おこがましい友達感覚みたいな感じで、本当に会いに行って、その仕事の悩みとかも聞いてもらう存在で、そこからなんかまあ元気ももらうし、なんか本当にいろいろと支えてもらってる感覚なんで、やっぱ認知してもらった方がより深い関係になれるのかなっていうので佐々木さん、佐々木さんそれやりすぎると迷惑かもしれないっていうのはどう。気をつけます。気をつけます。いやでもそうでもないかもしれないしね、これ人によるから。でもそういうファンがいっぱいいたらまた圧がかかるのかなとかね、どう考えたらいいんだろう。そうですね、うん、でもやっぱ私が今そのアイドル長くやってる中で、はい、その来た回数で、うん、愛情を測るアイドルはやめた方がいいと思います。あそうか。あとでもほら課金した額とか、はい、ある種推し活ってそこ競ったりしますよね、はい、それってどうなんだろう。佐々木さんそういうとこありますか。そうですね、私自身は競ってるっていう感覚はないんですけど、うんはい、まあ、やっぱ今日チェキ何枚取ったっていう会話がちょっとマウントになってる人とかも見かけたりはします。あしかもそこがコミュニティなわけですもんね、推し同士の友達関係っていうね、そこが居心地が良かったりするわけですもんね、横川さんどうでしょうか、推し活のプロとしてこういったところどう見ますか。そうですね、なので僕はどちらかというとやっぱり推し活ってちょっと承認欲求につながってくるところはあるので、はい、あの同担拒否って言って割と自分と同じ推しの人とは絶対つながらないようにする、うん、だからやっぱり自分ももし推しが近くにいたら、うん、やっぱりそういう気持ちは働いてしまうことあると思うんですよ、はい、そのファ違うファンのこと比べて、うん、だから自分にそういう競争心が湧かないようにまず絶対あの同じオタク同士ではつながらないっていう形で自分でこう線を引くようにしてます。すごいですね、なんか修行僧のような孤高の存在で自分を律してらっしゃるっていう。でもそれが従来のファンの正しいやり方だったと思うんですよ。ここまで聞いて思うのは、だからこの推しってコンセプトをここまで広めたのはエンタメ業界の陰謀だと思いますよ。だって僕かつて、じゃ俺って推しっていなかったのかなと思うけど、僕中学1年生で XJAPAN のファンになるわけですけど、推しって概念はその時なかったんですが、まだファンになって僕はもうそのインディーズ版の廃盤とかも全部揃えたりとか、スコアまで全部買って廃盤のスコアも探して、ついには楽器買って自分が演奏できるようにまでなって、復活後はライブとかほとんど行ってるわけですけど、でもその1個だけ入ってないのは、
他のファンに比べて今自分はどれぐらい近づけてるだろうかっていう感覚はなかったんですよ。だから自分の中でここまでファンであることを極めてるとか、うん、ここまで自分の人生の中に常に XJAPAN が血になってるって感覚はあって、うん、喜び、それが大事ですよ。朝起きても大事な日には必ず X の曲聴くとかね、うん、こうなんか正月にも必ずもう一回 X の曲聴き直すとかやってたわけですけど、うん、でもファンの中で俺これぐらいまで認知されてるかなとか、 YOSHIKI 様の中で僕は何番目がなんだろうみたいなことはならないようにしていた、うん、それがファンとして正しい距離感であり、そしてアーティストは僕らを意識するんじゃなくて作りたいものを作って、うんうん、僕らがそれに正しく対価を払うに成り立ってたんだけど、うんうん、CD が売れなくなったりいろいろあって、うん、どっかのエンタメ業界の悪い人たちがそっかみたいな、ファンが競うようになればもっと課金すんじゃんみたいな、もうやめよう、みんな推し活やめてファンに戻れ、ちゃんとまともなファンに普通のファンに戻れ、アーティストの作品をちゃんと評価するファンに戻って推しとかやめるんだ、エンタメ業界の陰謀だぞこんなの。でも若新さんも今のお話の中ではそうならないように気をつけたっていうお話が、気をつけたっていうか、うん、ファンっていうのは近づけたかどうかではなくて、はい、そのアーティストがやってることを自分の生活の中でどれだけ楽しめるかっていう話であって、うんうん、はい、やっぱだからまあちょっとあんまり言うとなんか良くないんだろうけど、うん、まあ、会いに行ける云々もそうだし、はい、なんか推しと結婚みたいな言葉とかも、うんうん、ワンチャンあんのかもみたいな、うん、もうそれがね、だからやっぱりね、ちょっとファンというライフスタイルを狂わせたんだよ。なるほど、節度を超えてしまうっていうところのね、うん、でやっぱアーティストはそうやって、まあうん、まあ、会いに来てくれるっていうのは新しい形で面白かったけど、うん、やっぱりその素晴らしい作品をちゃんと発表して、はい、それで感動させるってことをもう一回ちゃんとやって、やっぱり舞台と客席の、うん、もう一回ね、距離感をもう一回正しく取ろう、うん、この社会は、はい、思ったんだけど。さあ、かなたさんどうですか、はい、今聞かれてて。そうですね、うん、なんか聞いてて思うのは、うん、なんだろう、そのそれこそまあ競うもそうですけど、それぞれ皆さんにそのコミュニティというものがなんか不足しているのかなっていうふうに感じていて、はい、あ、そうか、まあ、そこにしか自分の居場所がないみたいなふうに感じてしまって、うん、はい、まあ、そこに執着したりとか、そこにお金を使う、まあ、お金を使うのはいいと思うんですけど、生活を圧迫するのは僕はまた違うかなと思うので、なんかそれぞれそのまあ今コロナ禍でオンライン生活になって、まあオフラインの関わりがなくなってきたっていうところも関わってきて、やっぱりそのコミュニティの不足っていうのが関わってきているのかなというふうに今聞いて、そうか、なるほどね、はい、佐々木さんがいいこと言ってまして、推しを支えているのではなくて推しを推すことで自分を支えていると、はい、佐々木さん言っているということですけどもね、押しすぎるとちょっと迷惑だったり、近すぎると迷惑だったりっていう可能性もあるっていうね、ちょっと話が出てますけども、佐々木さんどうですか。そうですね、まあ、もちろんアイドルの方に迷惑になるような行為は絶対にしたくないと思ってるので、うん、その距離感とかの近すぎないようには努力してるというか、気をつけてるって形ですね、うん、あのたくさんお金をかけることがあのその忠誠心みたいなところっていうのは感じますか、うん、自分でもありますか。お金かけることがいいことってことですか、うん、そうそうそう、あの、まあ、うん、推しのなんでしょうね、うん、こう、まあ、自分の思いの大きさっていうか、うん、まあ確かにいいこと全部がそれこそなんか10万かけたからいいこととは思わないですけど、うん、まあ少しは貢献できてるのかなっていう感覚にはなりますかね、うん、はい、うん、佐々木さんどうですか。まあ、だからこの推しを推すことで自分を支えられてると思えてる範囲であれば、まあいいよ、まあ、それは自由な範囲だし、まあ、それがあまりにも月収の以上っていうことになってしまうと、それはやっぱアンバランスなのかなと思ったり、うん、あとは僕もめちゃくちゃ宇多田ヒカルがめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、めちゃめちゃ推してるといえば推してるけれども、そのやっぱりこのアーティスト的な推し的な活動と、やっぱりこうアイドルとかちょっとこう恋愛的な要素が入ってくるものってこう分けて考えた方がやっぱ良いのかなと思っていて、でその中でちょっとそのガチ恋営業みたいなのもあったと思うんですけど、うんうん、やっぱそこの中にこうエンタメ産業みたいなもの出てきて、やっぱりこうそうやってお金を儲けるためにはどんどんこう沼らせていく方がやっぱ儲かるしっていう風に考える、まだその企業体もいるわけじゃないですか、うん、だからそこにやっぱりなんかこうちょっとこう規制とかもう少しそういうところは考えていかないといけない領域になってきてるのかなと、これだけ加熱してきてると、うん、なんかそういうのは感じましたね、話を聞いてて、はい、横川さんうなずいてますが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、お金を使うことに関しては僕は全然使ってしまってもいいと思っていて、うん、あの僕はお金を使うんですけど、やっぱり月15万とか使う時もありますけど、なんかまあそうやることで自分が楽しいというか、なんかやっぱりお金を使うことって気持ちいいので、うん、そういうことで使って自分が満たされるのであれば僕は全然あの使っていいと思いますし、大体、うん、まあ世の中の一般でいう月収の中
2割とかそれぐらいまでであれば全然セーフティーゾーンとして楽しくやればいいんじゃないかなというふうに思います。うん、中山さんどうですか。そうですね、多分この3年ってちょっとイレギュラーで使うようになっちゃった。皆さん大体のコミケとかね、うん、あのコンサートがあって年に 2,3 回行って、はい、遠征で大体 2,30 万飛んでたやつがそのまま浮いている状態だったんですよね、うんうん、そこでやっぱりこう結構まあ、だったら3万ガチャで課金していいやとかっていうので、うん、皆さんが空いた部分がそのままやっぱ行っちゃっていて、アメリカなんかでもすごいんですよね、うん、そういうことでポケモンカードがこの間6億円で売られたりするんですけど、はい、やっぱこう結構過投しすぎちゃって、ある意味現金余りだった3年ゆえにちょっと違う使い方の修正がついちゃったから、確かに分岐点なんですよね。このここからはね、もう実は2019年をもう一回超えてコンサートとかリアルの場も増えるから、あ、もう一回戻った方がいいよねっていうのはちょっとあるんですよね。あ、そうですか。でもなんでこんなにこう推し活が広がったんですかね。それこそしかもバラバラですよね。みんなバラバラに自分の好きなものを熱烈に推してるみたいな現象があって、誰かにものすごく寄ってるというよりは本当に広くねっていうことですけど、これどう考えたらいいんですか。やっぱ孤独とかあれですよね、この3年間って本当にロックダウンだったんで、めちゃめちゃエンタメに消費が寄ったんですよね、うん、で実はですね、そのおかしんさんのさっきの意見もあるんですけど、そのもうちょっと作品作りに、うん、僕最近思うのはですね、例えば宮崎駿監督と新海さんの違いって、うん、宮崎さんって労働省とかやらないですよね、うんうん、でも新海さんって毎回こういろんなところに会いに行って、でみんなやっぱりこうプロセスが見えるんだったから、ファン同士でみんなどのぐらいやってるのとか、うん、で監督も監督でやっぱりいろんなとこ出て挨拶することでその刺激もされるように変わってきてるんですよね。だから結構ジャニーズと BTS の違い見た時に、このコロナの時にバンバンソーシャルメディア出してた BTS がやっぱりかなり伸びて、逆にジャニーズちょっと落ちちゃったんですよね、ここ3年ってね。それはやっぱりこうプレミアムに出していたやり方よりも、今 SNS 的にインタラクティブにやるものの方がこの3年やっぱ流行っちゃった、うん、いやもう本当ですが 98% なんで、うん、え、推しいないのみたいな、そういう会話になっちゃうぐらい、なんかいて当然だし、いていることが、ね、幸せだみたいなぐらいの価値観になったって、若新さんどう思いますか。これ何なんですかって、まあ、でも、うん、思春期の時から僕は今一番ハマってるものとか好きなものがあるっていうのはやっぱ日常に彩りを与えてくれたから、その感じは分かるんですよ。なんかやっぱ これを全部揃えたいとか、好きになったアーティストのものを全部こうインディーズの時から全部遡ってコンプリートした瞬間に、あ、このアーティストの世界観について全部自分は知ってるんだみたいな、その喜びはあったんです。でもやっぱそこにはどこかで、とはいえ自分とその人とは別の世界を生きているっていう一線を引いていた、これはあったと思うんですよ、うん、ここがどこまで行っても遠くで活躍してる人を手に届く CD なり雑誌なりそういうもので満足するってことだと思うんですけど、やっぱどこかでなんかコミュニケーションできるのかなみたいな感覚が何かを狂わせた。そしてそれがだから好きなものに夢中になるってこと以上に孤独を癒すみたいな、人生の居場所みたいな感覚と混じってきて、友達なんかと喧嘩するぐらいだったら絶対自分に喧嘩売ってこない推しになんかお金伝えた、あと推しはファン大事にするから喧嘩するわけないじゃないですか。でもそんな人間関係は嘘っぱちだからね、本当にちゃんと不倫になってる人間関係だから意地悪なことも言ってくるし喧嘩もするわけだけど、お前らの推しがお前らファンに対して意地悪なこと言わないのは当然なんだから、金払ってくれてんだから、なるほど、そこにやっぱり誰かと繋がれてるって感覚を見出しすぎるのは危険かな。確かに傷つかないコミュニティっていうね。そりゃそうですよ、うんうん、同じ方向向いてる人たち、みんなありがとうしか言わないから、みんな同じ方向愛してるよしか言わないから、そんな、うん、ちょっと今日うざかったんだけどとか、そう、ね、こんな関係じゃないと言ってこないわけで、おっしゃる通り、みんなで推しをあがめる世界っていう、そう、でも一対一の恋愛関係ではうざとかひどとかムカついたとか、うん、今日会いたくないとかもあるわけで、そうやって人間関係成長したんじゃないかなと思うんです。橋上さんどうですか。うん、なんかでもいや SNS 大きいんじゃないかなってすごく感じて、ね、相性良かったよね多分ね。はい、今まで例えばその自分と推しのこの関係性だけだったのが、はい、何かを例えばお金かけて、はい、してもらったこととか得られたものを、うん、それをなんか SNS に上げることで、うん、それにまたなんか反応があって、うん、それもプラスでなんかどんどん嬉しくなってみたいなのがなんかちょっとありそうかなって感じ、うんうん、そうね、相性いいですね。SNS は加速する、インスタライブとかでもコメント拾ってもらえたのとか、そうですよね、本当、うんうん、繋がった感あるし、うん、繋がった感ある、コミュニティ感あるし、そう、うん、すごいある、劇的に進んだんでしょうね、うん、それが、うん、いろんな意味でね、ダイレクトで繋がることもあるし、うんうん、だからそれがテクノロジーがそれ支えてきている部分があって、はい、そうですね、うん、はい、さあという中ですね、まあ、一方で行き過ぎてしまった場合、特にお金をかけすぎてるとか、場合によってはねそれを稼ぐために何か、うん、よからぬ仕事をしたりみたいなケースも起きてるということですから、まあ、行き過ぎてる時にどうクールダウンするかという話もしていきたいと思います。はい、推し活のプロ横川さんいかがでしょうか。
推しは他人であるってことを思うことが僕一番大事だと思っていて、いやそうなんです、友達っていうことが分かってたんで、その一線が大事だと、ファンにはファンにはそれが分かってた、そうか、所詮ファンだ、所詮ファンだから、はい、確かにそうですね。あとごめんなさい、横川さん、自分が行き過ぎてるってまず気づかなきゃいけないってとこもあると思うんです これも難しいと思うんですが、どうでしょうか。これはもう本当に個人の感覚ですが、僕自身はその推し活って幸せになるためにやってると思ってるものなので、うん、なんか自分が満たされないと思ってしまった瞬間にそれは一つの SOS なのかなというふうに感じて満たされなくなった瞬間、さすがだな、そうだね、よく自分見てらっしゃいますね、すごいですね、向き合ってますやっぱり こんなこと言ってますけど、やっぱりちょっとなんかリアコ感情みたいなことは湧くことはあるんです。あ、でもその時にこの感情って何と思った時に、それはやっぱりこうなんかもっと不純な何かが生まれていると思うので、うん、そういう時にあ、なんか僕満たされてないみたいなことを思った時にはちょっと一回ちょっとクールダウンしようっていうか距離を置いてみるみたいな。あ、そこがクールダウンか、そのモヤモヤね、高尾山でも登ろうみたいな。いやー、それはいい話だよね。考えよう、いい話、ちょっと演説していい演説ですか。いや僕ね、だからやっぱね、それは X ジャパンが大好きだったから、はい、それによって中高生の頃励まされたんだけど、うん、X ジャパンを聴いてるっていうことだけで、はい、X ジャパンのコピーバンドをしてるってことだけで自分の人生が幸せになるとは思ってなかったんですよ、うんうんうん、それを励みにして、じゃあ僕はそんな X ジャパンに励まされた僕は何で頑張れるのか、うん、どんな人生を歩めるのか、うん、どんな自分の仕事や活動を作っていけるのかっていうと、それをベースにして僕の何かを手に入れたわけですよ。だから X ジャパンのおかげで別のものを見つけて、それを見出して満たされたわけであって、ファンであるということだけでずっと幸せになれるはずがなくて、うん、でもこの推し活は危険で、こんなに推しを応援してきたんだから、俺のこと最後まで幸せにしてくれよと、なんで他のやつと結婚するんだと、違うよと、与えてくれるのはちょっとした元気のきっかけでしかなくて、うん、幸せになるのはそれをもとに自分で何かやらないといけないわけだから。その通りだ、そう思いますけどね、うんうん、これがねやっぱファン精神ですよそうですね、最後は自分とちゃんと向き合ってっていう、最後は自分でそれを元気にして、うん、エネルギーにして何かを自分で手に入れないと、はい、ね、ぶら下がってる状態だけだとダメだっていうことになってくるね、と思いましたけど、はい、さあ柏木さんもどうですか、ちょっとクールダウン語っていただきたいんですけども、はい、いやー、そうクールダウンね、どう考えたらいいのか、うん、でもやっぱ、うん、その最初に言った、はい、押される側のやっぱり対応というか、はい、うん、それこそさっきから出てそのなんかガチ恋みたいなのがやっぱりこのアイドル界でもすごくよく聞きますけど、やっぱり私が本当に気をつけるのはそれこそ本当にその場しのぎのそのファンを喜ばすためだけのことを言わないとか、それこそなんか結婚してくださいとか付き合えてほしいですとか言われますけど、それはもちろんじゃあいつかしようねって言った方がもちろん喜んでもらえることはもちろん分かってるけど、それって本当にいいアイドルですかってやっぱ思っちゃうんですよ、はい、うん、だったら私は今は AKB で頑張ってるけど、はい、そう結婚の約束はできないからみたいな、うん、っていうのをちゃんと伝えるっていうと本当にいいアイドルとファンの関係性を気づけるというか、確かに、そうなんですよ、まさに押される側の責任ですね、押される側の責任、私はちゃんとちゃんと、ちゃんとだからなんか、うん、その場しのぎの本当に好きって言ったりとか、うん、そういうことを言ってる人と一括りでアイドルとされたら困るんですよ、お本当に、だからか押される側の責任っていうのをちゃんと、うん、だからどっかで目を覚まさせることも必要な時が来ると、そうです、うん、場合によっては、うん、本当にファンの方として応援してくれることが一番嬉しいと、はい、いうことをちゃんと伝え続ける、うん、だから元気を与えるだけであって、はい、それ以上、はい、私が元気である、はい、いや AKB なんかはそれこそね、はい、M ステにも紅白にもバンバン出てたような、うん、僕らの感覚からしたらね、テレビの向こう側の絶対にこう越えられない壁の向こう側の存在なわけですけど、うん、誰とは言わなくていいんですけど、はい、やっぱそれテレビに出てるメンバーの中にも、はい、ファン獲得したいがために、はい、あなたと結婚できるかもよみたいな雰囲気をやっぱ醸し出してたメンバーもいたってことなんですよ、つまりね、で、まあ、そのメンバーの中にというよりも押される側の責任を果たしてない人たちもいるからこういうトラブルも起きてるっていう、僕からしたらね、エブステ紅白に出てるグループと結婚できる可能性があるなんて思うはずがないと思っちゃってるんですよ、うん、でもしかしたらあそこまでお金を投じてるっていうのは可能性を見出しちゃってた、うん、そうだと思うんですよ、だからもういたってことですよね、だから裾野が広がりすぎて地下なんとかとかいうような世界まであるんで、やっぱりそこに押される側の責任がない人たちもいるんだろう
うと、全てとは全く言えないけれども、線引きはしかもグラデーションあるからね、そこは気をつけなきゃいけないと。さあ佐伯さんはある意味選挙もう推し活の一種だと思うんですけども押される責任についてクールダウンとどうでしょうかでもやっぱちょっと似てる構造あったりはしますよね、その押してもらって今それこそ総選挙、うん、AKB さんがね総選挙って広めてくださいましたけど、はい、やっぱりこうねこう期待を持って押していただくし、はい、まあ、一方でさらに言えば投票したからやっぱりあれもこれもってやっぱ要求される場合もあるんですよね、政治家の側も、はい、やっぱりこう投票したからちょっと それ大事な話だ、そう、そういうやっぱりこう、うん、やっぱりこう、まあ、ダンス僕ゲイと公表していて、うん、で LGBTQ の、うん、その支援者の方もいらっしゃって、ですごい熱烈にハグされたりとかっていうこともあったりして、うん、そのあの僕もゲイなんですって言ってもうギュッてされて、うおーって思うこととかあったりはするので、なんかそういう中でやっぱり、うん、まあ、でもその時にやっぱり票をいただく立場だから、うん、やっぱりこうにこやかに対応はしようと思うし、うんうんうん、でもそれがねそういうさすがにそういうガチ恋営業みたいなことにはなってないんですけど、うん、気をつけようかなと、まあ、でも本当にできないことはできないっていうのは大事ですよね、うん、そうですね、つまりその人に対して、うん、でなくて他の人に対して不誠実ですね、うんうん、そうですね、できないことまでできると言って、うん、だからそういうところは、まあ、ある種あの女性の立候補、うん、ちょっと話はそれかもしれないけれども、女性の立候補者なんかはそういうことで結構苦労なさったりする、あ、そうか、やっぱそういうふうにこう責任、そうやってあの、うん、期待させないようにしなければいけないけれども、はい、やっぱり勝たなければいけないので、うん、やっぱどうしてもその相手の要求要望にできるだけ答えなきゃいけないっていう、はい、やっぱりこっちは思ってしまうので、ね、うん、そういう中であの線引きをするっていうことがなかなか難しい立場もあったり、そうですね、うん、はい、うん、さあ佐々木さん、まあ、押される側の責任もいろいろ話してきましたが、押す側の責任っていうと言い過ぎかもしれませんが、佐々木さんどういうふうに聞きましたか。そうですね、まあいろんな話を聞いて、そのガチ恋というか迷惑行為にならないぐらい節度の持った推し活はしたいなっていうことは、はい、重々と思います。あと横川さんちょっと言ってましたけど身の丈な課金ね、身の丈に合った課金っていうところはね、さっきちょっと2割ぐらいっていう話だったんで、佐々木さんちょっと2割よりはだいぶ超えてるかもしれないっていう、まあその自由ではあるんですけども、ね、行き過ぎない程度にっていうね、楽しんでいただけるとというふうに思いますよね、はい、コメントたくさんいただいてます、はい、柏木由紀と考える推し活問題面白い、コメントが深い、はい、自分はゆきりんを応援できているだけで幸せ、でも見返りを求めちゃう気持ちも分かるから難しい、ゆきりんを見てるだけで十分幸せです、推し方の度合いによって、重度の依存になると難しいよねっていうふうにコメントいただいてます、はい、最後いかがでしょうか。でもやっぱり応援してくれるっていう気持ちが嬉しいことはもう本当にやっぱ一番ではあるので、はい、うん、本当にあのみんななるべく平等に幸せにしたいなっていう気持ちはやっぱり、うん、はい、ね、力を与えたい元気を与えたいっていうのはね、はい、当然あるんですけども、うん、やっぱり一線を越えたところは違うよっていうね、本当そこ大事だというふうに思いました、はい、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。